はい、酒井系ペペロン後半です。はい、よいしょ。この時間ですよね。おなじみのですけど、もちろん わきまちたいの、ね、前回はほらちょっとグダッとなったんで、はい、いやだ。あ、なんかバランスボールみたいなのありますね。バランスボールです。バランスボールちょっとやっていいですか？ノープランじゃないですか。どうやって？バランスボールと人はなんかもう危ないですか？バランス悪いでしょう。あ、なんかうまいこと。いやいやいや、まあ言ったらここ仮面を取りに来たみたいな。ああ、そういうあれですよ。ああ、そうですか。うん、でも路上は悪意で満ちてるじゃないですか、言ったら。今なんか僕脳内で路上をもっかもっかに置き換えてるんですか？置き換えてるんですか？それが東京であり、もっかもっかであり。ああ、そういうことですよ。東京であり、はい、そう、東京の味以下では、はい、もう次回東京っていう可能性もあるわけですか？そうですね、それはあり得るんじゃないですか？じゃあもうそうしましょう。んもし、うん、もう今回行けるとなったら、はい、次は東京。お会いできましたよ、お会いできましたよ。急にテンションちょっと。これ塩はね、重要なんでね、はい、ちょっと黙っちゃいますけど。ああ、大丈夫ですよ。そのあれ塩加減、ちょっと測ったりしなくていいんですか？あ、もう僕のこの手のひらが計量スプーンみたいなもんですね。いや、細野さんの作る方は全然出てこないじゃないですか、はい、うん、そっち辺はないですか？そっち辺は取ってないんじゃないですか？どうなんですか？え、そうなのかな。急に不安になってきちゃった。あちらは、あの大きく構えてらっしゃるというか、デントを今構えてる。あ、なるほど。いや、向こうがチャンピオンで、うん、こっちがチャレンジャーみたいな、なんかそんな構図になってますね、今ね。僕そんなつもり一切ないんですけど。あ、もうじゃあ出来上がるじゃないですか、これ。よし、できたぞ。みんなできたぞ。僕しかいない。うん、ちょっと店に行ってください。こういうね、はい、うん、うん、まあ、美味しいっすよ。前回よりも美味しい。多分これで、あの、あれですか、細野ペペロンに勝てますかね、コンソメペペロンに。うん、うん、勝てます。軽すぎるでしょ。もはや僕、細野ペペロンの味もちょっと薄れてきてるんで。マジっすか？うん、じゃあちょっとね、はい、判定をね、うん、2人対決した時の、うん、判定をね、うん、まあ、いつかお願いしたいなっていう。あ、僕も東京連れて行ってもらえるんですか？おお、えらい乗ってきますね。そうです。だ、例えばね、はい、31日っていうのは3月の、うん、空いてます？なんとこ、はい、じゃあちょっと東京行きましょうかね。31日、31、東京行く、東京行きましょうか。今日22でしょ。今日22日ですね。22でしょ。はい、31東京行きます、僕。はい、もう場はね、もうできてるんですよ。お膳立てできてるんですよ。あ、そうなんですか。なんかそういえばぼんやり31の予定を聞かれたなっていう記憶は。僕聞きましたね。はい、わあ、僕東京行くんや。東京行きますよ、東京行きますよ。僕と一緒にペペロンの旅に出ますよ。今日終わったらもう解放されると。さっきだって行きたいって言ってたじゃん。いや、行きたいです、行きたいです。じゃあ東京だって楽しいですもん。はい、だいぶソースの感じ変わってるでしょ。話戻しますけど、うん、なんか確かに、うん、わかんないですけど、うん、わかんないですけど、前置きやめてもらいたいですけど、はい、じゃあこれにコンソメ入れましょうよ。コンソメ好きだな。じゃあこれ持って2人でちょっと統計しましょうよ。ね、はい、わかりました。じゃあ細野さん、はい、あの、なんで首鳴らしたんですか？あの、はい、ポキポキやってる中西と一緒に、はい、コンソメ、はい、ペペロンを食べに行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、僕も楽しみにしてます。ほんまびっくりしたわ。テンション上がりました、イベント。いや、そうですね、イベント、それはまあ、あの、
言っても役者なんで。ロフトワンプラスで。うわ。公開打ち上げ、なんか、もかもかさんのね。あ、そうか、公演。そうそう、公演の公開打ち上げみたいな。のイベントに、僕ら二人で、ペペロン。このペペロン持って。ロフトプラスワンですね。中西、間違ってますけども。はい、今度こそ、細野拓磨及び、もっかもっか。俺、首洗って待ってなさい。え、あ、もっかもっかブログをご覧の皆さんは、あれですね。こっちかな？なんかこっちのバーのところに、こちら側の、なんかバーのところに情報があるので、はい。よろしくお願いします。